はい、皆さんこんにちは。今日はお母さんと一緒のタンポポ団に入ろうについてですね。作詞作曲は坂田治お兄さんとなっていますね。この曲自体は雄三お兄さんと翔子お姉さんの時の大変人気な曲なんですよね。雄三お兄さんと翔子お姉さんといえばぼよよん行進曲を最初に歌ったお兄さんお姉さんなんですが、次に人気と言ってもいいほど人気の曲なんですね。それを世代を受け継いで今でも歌われているというのはとてもいいですよね。はい、今日はお母さんと一緒のタンポポ団に入ろうについてでした。次の動画を楽しみにしていてくださいね。